今回紹介するのは「幸せをつかむ戦略」という本です。自己決定権を失いたくない行動経済学はゲーム参加者の自己決定権を大切にする Amazon が便利なのに人はなぜ本屋に行くのか。1 買う買わないも本人の自由である本屋に行くことで客は自己決定権を行使している意師の自由があるたくさんの本の山から自分の好きな選択ができる本を手に取ってみることができる本を見て回ることが楽しい買ったばかりの本をカフェで読むのは最高の贅沢である、2. 人はなぜアマゾンで本を買うのか 本屋によっては中身を読むこともできる立ち読みの代わりである本の一部を無料でダウンロードできる試し読みであるまたレビューを参照して読者の評価を確認参考にできるしかもアマゾンの場合新刊本は送料無料であるこれはありがたいしかも 膨大な書在庫が利用できる大半の古書はアマゾンで比較的安く買える。3.Amazon を利用するのと書店に行って買うのと客は利便性を比較考慮しながらどちらで買うかを決めるのだいろいろ見比べるなら本屋へ行くべきである。意思の自由を行使したいなら 本屋へ行くべきである。利便性で決めたいならアマゾンを選択すべきである。行動経済学は本屋に行く楽しみを知ることができるおすすめの一冊だ。以上、興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。